ラジオネームいとこちゃんからいただきました十四歳受験生ですうわかわいかとしレコメンが好きすぎて<ん>勉強に集中できない時があります面白なので一言かとしに夢中にならないで勉強しないとお仕置きしちゃうぞと言ってもらえればもう一生勉強できると思います <laughs> かわいい十四歳が混、ま、ぜてやがんな呼んでみましょうもしもーし男の子ですかもしもーし女の子だいとこちゃん女の子

かわいい、拐したい。やめなさい、そんな。やめます。さあ、じゃあ、いとこちゃん、じゃあ、彼女、じゃんけん、お願いします。最初はグー、じゃんけん、チョッキチいこ。私だいとこちゃんしシャリ。私の負けだ。さあ、じゃあ、いとこちゃん、じゃあ、彼女、これ、いってくださいってことでね。よかったら、いとこちゃん、どうぞお願いします。 たつに夢中にならないで勉強しないとお仕置きしちゃうぞやばいありがとうございます <laughs> やばいね<え>強めに言ってみたんですけど大好きやなって喜んでもらえてよかったね <laughs> おやすみじゃあ受験勉強頑張ってねはいありがとうございますはい失礼します。こう。 いやまさか女の子と思わなかったからね。声が赤ちゃんみたいでした。声変わり前ですかね。可愛い,い。可愛いらしいね。はい。もう好きが伝わってきましたよ。はい。赤ちゃんみたい。群馬県の